2年後に迫った東京オリンピック・パラリンピックに向けた特集です。右手と右足が20センチほど短い難病を抱える男性が、JR の駅員として働きながらパラリンピック出場を目指しています。その駅員スイマーの挑戦を取材しました。44分発でしょうか。身延がちょっと分かりづらいんでご案内させていただきます。はい。下車はどちらまで行くんですか。南甲府ですね。じゃあこちらが富士川になりますんで、はい、はい、はい、行ってらっしゃいませ。31分発の12時4分着でよろしいでしょうかね。はい、まだ間に合いますので、どうぞご利用ください。鳴島徹さん33歳、 JR 東日本の甲府駅で働いています。近い特急列車ですと、あずさ24号というものがございまして、16時32分発で、17時40分、5時40分着になります。やはり特急の方が、早いかなと思いますけども、はい。券売機の前で次から次へと乗客に対応する鳴島さん。乗り換え案内はもちろん、電車以外のことでも対応に当たります。ちょうど後ろのディスプレイの金星というものです。最近こちらで、今までの中だとこちらでも販売してます。はい、じゃあすみません、失礼します。失礼します。鳴島さんは生まれて間もなく骨や関節が変形するオリエール病と診断され、右手と右足が左の手足より20センチほど短い障害を抱えています。左と右の長さをそれぞれ、測ってもらった上で、特注で作ってもらっています。そんな鳴島さんが今目指しているのは、一番最初はその競技と出会った時に、やっぱり女の子に女子にモテたいっていうのがあって、優勝すれば女子にモテるんじゃないかっていう思いで始めました。3年前初めて出場した山梨県の障害者の大会で優勝。そこから鳴島さんは競泳に目覚めたといいます。どんどんのめり込んで追求していったっていう。しかし始めた頃は思うように泳ぐことができなかったといいます。右と左のバランスの力加減が、まっすぐ泳ぎたいところを右側にずれてしまうという。右の手足が短いために左手足の各力が強くなり、体全体が右へ右へと流れてしまう状況でした。左手の力を殺すっていうのはもったいないんで、その右側に曲がらないようにうまく右手も最大限使えるように、左と右を常にバランスよく保てるように今挑戦しているところです。現在は週6日、2時間以上のトレーニングを日課にしています。2020の東京パラリンピックに出場するっていうことが大きな目標になっています。トレーニングが終わり、この日は近くに住む両親のもとへ。ただいま。1ヶ月ぶりに家族で食卓を囲みます。お疲れ様でした。バランスがまだわからん、その左と右の。さっきも言ったけど、その右に行くっていうのを左に直したけど、やっぱり右にぶつかった方がいいのかっていうのはまだわからんね。その前の抵抗の話とかよくわからんね、まだね。その抵抗を減らすのも相当有利だよね。父親の久志さんは競泳以外にも気になることがあると言います。タイムもすごく重要だけど、親としてみるとね、タイムそこで1秒縮んで喜ぶのもあるけど、やっぱり彼女ね彼女も考えていけない彼女とか奥さんとかいて、自分もやる気がまた倍増するじゃん。難しいよね。それどうやってもでもね、犠牲にはするわね。だってさ、仕事行ってさ、プール行ってさ、
でさ家にいないなんつったらさ絶対犠牲するじゃん。なんで休みもさプール行っちまうなんてさ、で帰ったらもうそのプールの朝から晩までプールでさ昼間仕事行ってなんてさ、やんなちもさ親とするとやっぱり ね心配で結局後になってさあもっとやっときゃよかったなって言ったら、うん、自分の中でもさやっぱり後悔するからさ、うん、心配事が尽きない両親、うん、あ今日も泳いでるのかなとかねいつも思ってる、うん、もう母親の光代さんはオリエル病という障害とともに暮らす徹さんからさまざまなことを学んだといいます。生まれた直後にこういった障害があるってことも分かったっていうことを、はい、お聞きしたんですけれども、はい、お母様としてそれを聞いた時どういう気持ちでした、そうですね、最初はすごくやっぱりショックは大きかったです。で、いやどこでもねなんでかなって最初は外に出るのもなんか私は嫌だったんです。このだけどあこれじゃいけない、もっと前に 出なくてはいけないって思いまして、だから本当に徹からいろんなことを学びました。もう夢に向かって本当努力してると思うんで、それに応援したいなと思ってます。先月奈良県で行われた障害者水泳連盟の強化合宿。パラリンピック代表を目指す10代から30代の選手が集まり、コーチから指導を仰ぎます。午前中水中カメラで撮影しフォームをチェック。肺呼吸で練習するのがいいですね。はい、呼吸と筋トレになるし。成島さんはコーチらから休憩中にアドバイスを受けます。そのドルフィンが水中で長くやれば早い、一番早い泳ぎって言われてるけど、果たして鳴島くんの障害でベストのキックが打てるかって言ったら厳しいから、あんなに水中で長くいる必要がないんじゃないかなっていうのが一つの案やわね。それよりもやっぱこう上に上がって書いてる方が早いでしょ、はい、オリンピック選手みたいのが、うん、多分一番理想のフォーム。ただ障害者のその水泳って、うん、ただ単になんとなく動かせばいいっていうもんじゃないっていうこと、うん、ってことですね、うんうん、それが抵抗になってるから、そのこれドルフィンも打ってないにもかかわらず、うん、足の形だけやってても意味はないってことです、うんうん、そう。パラリンピックではタイムを縮める方法もオリンピックとはやり方が違うといいます。健常者の水泳よりも100も200もやり方がある。成島さんは障害者だからこそさまざまなアプローチで競泳に取り組みたいと考えます。水の捉え方っていうのがまたより鮮明に分かったような気がします。午後からはタイムを測ります。背泳ぎのタイムは4秒縮めて自己ベストを更新。よかったです。はい、じゃあ行きます。現在 100m の自由形で日本で6位。まだまだ記録を伸ばしていきたいという成島さん。上半身の力と下半身の力がうまくリンクしてない、それぞれ指導者に教えてもらいながら。駅員スイマー成島さんのチャレンジが続きます。最後まで自分を信じて強く生きるというテーマにこれからも一歩一歩登っていけたらいいなと。